ある人を探してたら捕まってるのが見えたから、もしかしたらと人違いだったみたいね。助けて損しちゃった。そんな冗談よ。私急ぐから行くね。君も町に戻った方がいいよ。ねえ。ああ名前も言わずに行っちゃった。村長の目て、いらっしゃい。どこ行く？ガイアのへそ？オッケー。ほThank you.
また妙なところで会いますにゃ。特別出張サービス。にゃひ。特別出張サービス。他にごまたお越し。
15、16ですが、お泊まり。ボブたちについていったせいでこんなことになっちゃうなんて、剣を引っこ抜いて使ってたら、それが聖剣だったなんて、村長に怒られるどころか。なあ、僕は悲劇の。お主なら大丈夫じゃ。ルカ様、
体どこに？わしはいつだってルカ様が。そうじゃ。それに聖剣はお主を選んだのじゃ。聖剣に選ばれた。まあそうかもしれん。それってちょっとかっこいいかも。ん？そうとなったらこんなサビサビの剣じゃ示しがつかないもんな。明日はドワーフの村へ急ぐぞ。元気が出たのなら何よりじゃ。冗談ですよルカ様。けど他にまたお越しください。いらっしゃいませ。ご用件。他にまたお越しく。いらっしゃい。他にご用件。またお。いらっしゃいませ。他にお、他にまたお越しください。ドワーフ村名物の見せ物小屋へ。56で見れるよ。ショーの始まりだ。まずは世にも不思議なラビオタカ。ラビと男でラビオタカ。え、バカにすんな。それでは正真正銘、なんとも珍しい妖精の子供だ。さあ大変なお立ち合い。この国は返さなければいけないお金が5万。こうして働き少しずつ返していく。さあ心優しいお客さん、脚力だけでもいいから助けてあげてちょうだいな。そうおっしゃらずに、そうおっしゃらず。ちぇ、なんだ、足りないじゃんか、貧乏に。へへ、どうだい、オイラの演技力。なに、
わしの話し方もなかなかのもんだったじゃろ。今の聞いてた？許してくだされ。この子は本当に妖精の子供なんじ。妖精の森に住んでたらしいのだが、森に帰るための旅費を稼いでやろうと思うてな。へへ、おいら才能ある。これ、お前もあるかったな。面目ない。お金はお返ししますですじゃ。もうし、あるかったな。もうあるか。申し訳。何かが来る。ありがとうございました。こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ、申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで名前も帰り方も忘れてしまったようで、そのせいかすぐ憎まれ口を叩きよる。本当は素直な子なんじゃが。へへへ、まあそのうちなんとかなるでしょう。気長に行こう。神殿に封印したはずのバドが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かればお前の記憶も戻るかもしれん。なんだ、それ先に言ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。バドを倒した旅の方、どうか。なんとありがたい、キイタカチビスケ。僕はランディだ。じゃあオイラにも名前つけてくれよ。トトイ、アーマーじゃんか。
く頼むぜ。じゃあ。よろしく頼み。かつて先にエリニースに封印を解いてもらわねばなる。北の妖魔の森の中にエリニースの城はある。これはチビスケと一緒に流されてきた弓矢です。そういえばワッツが探しておったようじゃ。作ってみたんだけど、ありゃ、そのブーメランは？こいつはひょっとすると、やっぱりこのハンマーで鍛えても聖剣と一緒でないと。この斧は特別製。小さいものだったら岩をも砕くよ。この斧を買ってかないか？何か新しい武器を手に入れたらまた来いよ。ここを使えば表からの出入りがずっと楽になるよ。また妙なところ、特別出張す、またにゃ、特別出張サービス、セーブもするよ。またお越しください。